野球に限らず監督が変わればチームは大きく変わります。例えば今までチームの中心選手として活躍していた選手でも監督の意向で控えに回ったり、逆にこれまで控えだった選手がレギュラーとして台頭することも少なくありません。そんな中、原辰徳監督率いる巨人には周囲から絶賛されるもなかなか起用されない選手がいます。今回は原監督が変わればレギュラー獲得が期待できる選手を紹介します。一人目に紹介するのは小林誠司選手です。小林選手は2013年にドラフト1位で巨人に入団すると、阿部慎之助選手の後継として2016年にレギュラーに定着。2017年の WBC では正捕手として日本代表入りすると、課題とされた打撃面でチームトップの打率4割5分0厘1本塁打6打点と結果を残すなど、ベスト4入りに大きく貢献しました。小林選手は守備面での評価が非常に高く、2016年から2019年は4年連続でリーグトップの盗塁阻止率をマーク。実際バッテリーを組むことの多かった菅野智之選手は、誠司が捕手の時に走られたら投手の責任と話すなど、投手からの信頼も高かったようです。ところが2019年に原監督が復帰すると出場試合が激減。その後2020年に2度の怪我で離脱。原監督は小林選手について、野球選手じゃない、職場放棄と厳しい言葉で批判しました。小林選手を起用しない理由について原監督は、彼の課題はバッティングということは誰しもが分かっていることだと思うのでね、そこは本人も課題としてやってくれると思いますよと、2022年まで3年連続打率1割台以下の打撃について言及。元巨人の上原浩二氏も、誠司がもうちょっと打ってくれればっていうところと語っていました。小林選手について打撃力の低さを課題に挙げる声が多い一方で、他球団のスコアラーは意外な分析をしています。他球団のスコアラーは正捕手を務める大城卓選手と比較した上で、大城選手より小林選手の方が嫌ですねと断言。続けて、打撃は大城選手の方が小林選手よりいい、でも阿部選手や城島健二選手ほどではない、打率2割8分0厘15本塁打ぐらいでしょう。それなら打率2割3分0厘でも小林選手の方が嫌ですね。一塁に走者を背負っても小林が盗塁を刺してくれるという安心感があるから、投手は伸び伸び投げられる。リード面でも投手の良さを引き出すのがうまい。配球も読みにくいし神経を使いますと小林選手の能力を評価しました。広島や巨人で現役時代にプレーし、巨人投手コーチ時代に小林選手と共にユニフォームを着た野球評論家の川口和久氏は、とあるレジェンドの名前に触れつつ、小林選手の奮起に期待しています。誠司は思い切った発想の転換が求められていると思う。バッタ小林を磨くことだ。年齢的に遅いというかもしれないが、俺はそうは思わない。カープ時代の高橋義彦さんを見ているからだ。プロ9年目26歳で思い切ったモデルチェンジを果たし、スイッチヒッターを死ぬ気になって磨き、1979年には33試合連続安打の日本記録を作ったとコメント。続けて、誠司に関してはあいつが入ってきた頃から知っている。いいやつだし応援したいんだと語っていました。小林選手の打撃が少しでも向上し、原監督が代わってチームの方針が変われば、再び正捕手に返り咲く可能性は高いでしょう。2人目に紹介するのは2023年のドラフト4位で入団した門脇誠選手です。創価大では1年春からショートのレギュラーで出場し、3年秋には首位打者と打点王を獲得。身長171センチと体格に恵まれているわけではありませんが、長打力と広角に安打を打ち分けるコンタクト能力を兼ね備えた選手です。アマチュア担当の記者は門脇選手について、打てるショートの筆頭格です。パンチ力があるし、足が速くて肩も強い、花がある選手ですねと分析。そんな門脇選手は春季キャンプから首脳陣にアピールを続けました。ショートの守備では軽快なフットワークと強肩を披露すると、打撃でもフルスイングから引っ張った力強い打球を連発。門脇選手のプレーを見た大久保博元一軍打撃コーチが、吉田正尚みたいと絶賛しました。さらに2月11日の紅白戦では打っては2安打、守ってはショートで攻守を披露。原監督は、実戦向きの選手が1人加わったという感じがしますねと門脇選手を褒めたたえました。その後4月13日に行われた阪神戦では打撃で持ち味を発揮。
8番ショートでスタメン出場した門脇選手は0対1の2回1アウト1・3塁と同点のチャンスで打席に立つと、阪神の先発西純也選手が投じた初球のフォークに空振り。しかし1ボール2ストライクからの4球目のフォークをライト前に弾き返し、門脇選手にとって嬉しいプロ初のタイムリーとなりました。この門脇選手のバッティングについて解説を務めていた宮本和智氏は、初球空振りしたフォークなんですよ。初球あの振りで阪神バッテリーとしてみたら、フォークを彼は打てないなと判断したんでしょうね。追い込んでフォークボール、それを門脇くんが見事に打ち返した。門脇くんのバッティングは評価できますねと絶賛。このように首脳陣や解説者から高い評価を受ける門脇選手ですが、レギュラー獲得までは至ってません。というのも巨人のショートには不動のレギュラーとして長年君臨してきた坂本勇人選手がいます。人気選手でもあり、巨人の顔といえる坂本選手をレギュラーから外すのは容易ではありません。ましてや坂本選手をここまでの選手に育て上げたのは間違いなく原監督の手腕です。原監督に坂本選手のレギュラー剥奪はできるのでしょうか。もし監督が変われば、そのタイミングで坂本選手から門脇選手がレギュラーを奪っても不思議ではありません。3人目に紹介するのは菊田博一選手です。菊田選手は常総学院時代に通算58本塁打を誇り、常総のバレンティンとして注目され、2019年にドラフト3位で巨人に入団。右打ちの若手野手が不足しているチームの未来のクリーンナップ候補として期待されました。ところが2022年は2軍で下位打線に落ち込むことが多く、ファーム本塁打数も303打席でわずか4本塁打と期待を裏切る結果に。現在21歳ということでまだ余裕があるように見えますが、1年後輩の秋広優斗選手は9本塁打で順調にスラッガーとして成長。不足していた右打ちの若手野手も2022年のドラフト1位で浅野翔吾選手、2位で萩尾雅也選手を指名しただけでなく、現役ドラフトでのオコエ類選手の獲得や増田陸選手も本格的に外野に挑戦するなど、1軍で実績のある右打ち野手も加わることで菊田選手の立場が危ぶまれています。そんな中、菊田選手は2022年の秋季練習で同郷の大先輩である大久保コーチのもと連続 T で300球近く打ち込むと、来季4年目なのであとはない、来年は勝負の年と2023年に向けた覚悟を語っていました。大久保コーチも、まだ上層のバレンティンだから北関東くらいになれるようにと菊田選手の成長を期待しているようです。そして迎えた2023年、開幕1軍は逃したものの、ファームでは自慢の打撃が覚醒しています。4月1日と2日の西武戦では2試合連続で本塁打を記録。さらに4月4日の DeNA 戦で5番サードとして先発出場すると、2打席連続タイムリーを含む5打数3安打2打点と存在感を発揮しました。好調の要因について菊田選手は、前はバットを体の前で構えていて、今は最初から後ろに構えるようにした。去年はできなかった打撃ができていると分析。さらに、今はボールの見え方がいい、一本打ったらすぐに切り替えて臨むことができていますと語りました。このように技術力の向上で結果を残している菊田選手ですが、メンタル面での成長も大きいようです。2022年オフに岡本和真選手らと自主トレした菊田選手ですが、その自主トレで一番印象的だったのが、自信を持って打席に入らないと打てないという岡本選手の言葉でした。この言葉を聞いてから相手投手を上に見ることがなくなり、打席での余裕につながっているそうです。ここまで好調を維持する菊田選手ですが、調子を落とさずにアピールしていきますとコメント。果たして原監督の下で菊田選手はブレイクできるのでしょうか。最後に紹介するのは高橋優貴選手です。2018年のドラフトで巨人から1位で指名された高橋選手はプロ3年目の2021年にブレイク。4月は5試合に登板し、負けなしの5勝、防御率 1.80 を記録し、自身初の月間 MVP を獲得すると、8月29日の中日戦では自身初の2桁勝利となる10勝目を挙げ、最終的にリーグ最多の26試合に先発し、チームトップの11勝を記録するなど、エース級の働きを見せました。他球団のスコアラーは、毎回調子が良いわけではないけど、悪いなりに抑える術を身につけたような感じがします。あとは制球が結構荒れているのを長所にしている感じがする。打者は踏み込めず打ちにくい。
素材としては良い投手だけど、ここまで良くなるとは思わなかった。エース級の働きですよね。と評価。さらにバッテリーを組んだ住谷銀次郎選手は、優勢を思い出しましたね。と現在メジャーで活躍する菊池雄星選手と同じ素質があると語りました。しかしさらなる飛躍が期待された2022年は春季キャンプから制球難が露呈。原監督はブルペン通りのピッチングだよねといえば、当時の桑田真澄投手チーフコーチも巨人のローテーションを任せられる内容ではないですよね、その辺は厳しく判断したいと思いますと苦言を呈しました。さらに巨人の元監督で野球解説者の堀内恒雄氏は高橋選手のとあるプレーについて言及。そのプレーが起きたのは2022年5月22日の阪神戦です。先発した高橋選手は初回に先頭の近本浩二選手にセンター前ヒットを許すと、続く中野拓夢選手のバントを一塁に悪送球。いきなりノーアウト一二塁のピンチを招きました。初回のピンチはなんとか切り抜けた高橋選手でしたが、2回に先頭の陽川直政選手からストライクを奪えずにストレートのフォアボールで歩かせると、続く糸原健人選手にもフォアボールを与えた後に2本のタイムリーを浴びて降板。そんな高橋選手に対し堀内氏は、立ち上がりを見て一言、スライダーを多めに投げているのが少し気になるけど初回はよく抑えたと思うよと一定の評価を与えつつ、ただノーアウト一塁の場面で2番中野くんの犠打を自分で暴投してセーフに、ああいうのがあるからベンチから信頼してもらえないんだろうなと監督目線で指摘しました。2回にフォアボールで自らピンチを招いたことについては、2回が始まったらフォアボールばっかりで自滅してどうすんだよ、使ってもらえなくなっちゃうぞとコメント。堀内氏の指摘通り、2022年の高橋選手は最終的にわずか10試合の登板で1勝5敗に終わりました。その後9月26日に左肘関節強化クリーニング手術を受けたことで、2023年は育成選手として契約、プロ野球選手としての人生もゼロからの再スタートとなりました。しかし順調に復調すると、4月10日に球団は高橋選手を再び支配下登録にすることを発表。高橋選手は、リハビリ期間にいろいろな方々に支えられ、なんとか復帰できたことにまずは感謝したいです、皆さんに恩返しできるように頑張りますと球団を通じてコメントを寄せました。原監督の信頼を一度失った高橋選手ですが、今後監督が変われば再び輝きを取り戻せるかもしれません。今回は原監督が変われば活躍するかもしれない4人の選手について紹介しました。皆さんが注目しているのはどの選手でしょうか。よろしければコメント欄で教えてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。